れたのと逆を行くとかね、そういうのは考えますよね。ここはどうか、レフトの前に落ちる。石川キラーの中川圭太、二塁を狙っていく、アウト。セカンドを狙った中川でしたが、ここはタッチアウト。三遊間飛んでいったらもう、はい、おっと、あ、これはよく止めた。はい、よく止めましたね。止めましたね。あ、この辺りがだから石川の、まあね、これは早く決めたいというところですが、ピッチャーゴロ、バックホーム一塁、そしてダブルプレー。このクライマックスのファイナルに入って、そういったデータも払拭するような、ここもセカンドあわやという当たりではあったんですが、抑えています。山本由伸、後半に変わらないという戦いになりそうです。サードゴロ、シュート、ワンバウンド、アウトです。まあ、いろんなことをこうやってくる、やれる選手でもね、なんか抜いてきました。ただ回もついてきました。福田は思ったより前進していました。思ったより打球が伸びて伸びて伸びて、追いついた。福田ナイスプレー。中盤帰ってきた男、連覇の立役者。このシリーズも大活躍です。打ち上げました。どうでしょうか、センターライトの間、犠牲フライにはスタート切りました。スタート切りました。いいボール返ってきた。牧原の好返球、一人だと思うんでね、はい、どう点取っていくか、そこですよね。一、二塁間の当たり、変わった中村晃、うまく取って一塁送球、つもりも踏んで、これはいいプレーになりました。中村晃、それから詰まりながらも、しかしここは三森のファインプレー。センターに抜けようかという打球、ツーアウトランナーありません。いや、ナイスプレーですね。福田周平、やや詰まりながら、序盤3回ストレート、セカンド三森回り込んでジャンピングスロー、一塁スタート、どうか、一塁はアウト。ここも三森のファインプレー。取ってからの送球も正確でした、ね、足がある。ここ取ってバッターランナー福田です。ヘッドスライディング、アウトですね。引っ張ってライナー、今度は胸がナイスキャッチ。いや、内野手なんかいろいろ見せてますね。まさきも捉えた打球ではあったんですが、スクイズ外した。ここで追っていって、回はタッチアウト。スクイズ3点目を取りに来た藤本監督。引っ張ってサードライナー、一塁を送る。ランナー戻っています。これもうまく打ったんですが、今宮、ね、サードライナー、ワンバウンド、ランナーそのままよく止めていました。その後この自ら止めたボールがマウンド付近まで行ってボールを拾い上げました。行ってないんですね。サード野村取って二塁フォースアウト、一塁転送、一塁はランナー残ります。いい当たりでしたけど ね。さあ野村もここはいい守備を見せました。野村勇、待ってますね、今日は。打っていく、サーライトを抜ける。福田は三塁を向かう、ボラ帰ってきた、どうか、三塁タッチは、これはアウトだ。三塁タッチアウト、ね、初球振っていく、一塁線フェアになった、一塁転送、一塁はセーフになります。川瀬がフェアゾーンでボール、高いバウンド、サード野村勇、一塁送球、いいプレー。宗はサードからランナー残塁、打って三森、一塁送球、これでツーアウト。昨日も話していました。なるほど、ここはデスパイの打球は変化して、難しい打球は、ダッチがよく取りました。かなり空中でボールの回転がかかって、回転がなかったんでしょうか、変化しました。どんな打球ですか今。強い打球、サード川瀬、一塁へ、ファインプレーです。
強い打球だったさ、うまく取って、ナイスプレーですね。前バントする、ピッチャー前、二塁に送った、二塁はアウトの判定。ここは和田がいいボールを送りました。フォーク打っていく、センター下がって、牧原下がっていって、頭の上、どうか、取ったか、取ったか、取りました、牧原大成、超ファインプレー、後ろ向きボールを取りました、超ファインプレー、これは素晴らしいプレーが出ました、牧原大成。プロ中のプロに行くね、レフト方向、レフト追っていって、中川圭太ラインをまたいで追いついた、フェンス際、先ほどボール取っています、フェンス際、難しい打球、ワンアウト。うん、大きいですねこれね、今日はレフト中川圭太、シュートが打たれてるとでね。